久しぶりの東京編でございます。いやー久しぶりだわ。10代の頃からお世話になってる場所なんですよ。マツコデラックス薬丸さん、神宮寺雄太ってキンプリの、はい、お、こんにちは。よく来てましたよね。はい、ご無沙汰しております。これ当時もあったやつですよね。はい、ずっと変わらない味付けで甘めの出汁がこう染み込んだんですよ、このお稲荷さんに。うわ懐かしいな。